星5キャラが彩香しかいないんですが、もう一体星5アタッカー引くべきだと思いますか。いやー、自分が必要そうだと思ったキャラクター引けばいいと思うし、別にね、アドバイスになってないか。別に、あやかに飽きない限りはずっとあやか使えばよくない？あやかが無理な敵って、例えばアビスの死と氷、氷元素完全に無効化してくる敵とか、まあ、氷スライムとかさ、あと氷耐性やたら高い敵っているじゃん。ファデュイの氷の魔術師とかね。あいつ確か氷耐性 50% だったかな。まあ、そういう時はあやかきついけど、まあ、でもカズハ使ったりとかしてゴリ押せるしな。君があやかに飽きるか飽きないかじゃないか。あ、氷トリックフラワーか。そうかそうか。今氷のアビス以外だったら基本あやかは通せるので、正直あやかはずっと使っていけると思います。原神アタッカーいなくてもパーティー組めますからね。うん。なんかアタッカーがいないけど組めてるパーティーって例えばなんだ。まあナヒーダってアタッカーじゃないじゃん。ずっと場に出し続けるキャラじゃないし。だからこういうパーティー。ナヒーダ、サブアタッカーサポーター、ゆくあきサブアタッカー、クッキシノブヒーラー。これで螺旋いけますからね。余裕です、このパーティー。今期の螺旋がどうかは知りませんが、ウェネットの前の螺旋だったらこんな感じの適当編成でね、超回路で3万ダメージ出してね、吹き飛んでね、螺旋クリアできるんですよ。いけます、これガチです、やりましたから。これだけでいける、超回路。アタッカーいらないんだよね、マジな話。好きなキャラ引けばいいと思うわ。いやマジなんかアドバイスになってないかもしれんけど、引いた方がいいキャラクターは動画にしてるし毎回言ってるけど、まあ勝利カズハイエラン、ライデン、ナヒダかなって言ってるけど、まあまあ好きなキャラ引いて。原神は結構バランス取れてる方のゲームだと思うから、弱いキャラクターには相性がいい武器と相性がいい生物出してくれるしね。超開花杖の好き。いや超開花反応はマジで無課金救済やと思う。正直なんか感電反応もだいぶ無課金救済だったんですよね。なんか北斗、フィッシュル、ゆくあき、スクロースみたいなパーティーで感電波でさ、普通に螺旋いけたんですけど、12層。星4だけでね。で、感電パーティーはコスパがいいとか言われてたんですけど、今はもっとコスパがいい。超開花があるしな。